いわゆる現金感とか高低差みたいなものが今までの作品と大きく変わった部分としてあって、まあ、より地上に近くなって、手前側っていうものと奥側っていうものの層の境目がわからない、そこがこう動きとしてつながっていくっていうことが一つの、まあ、僕の作品のイメージの中にパッとこう現れたものとしてあって、まあ、例えばその袋が飛んでくるのも、今までは基本的には鳥は横にしか飛んでなかった、基本的にはまあぐるっと回転がしたりしてたんですけど、明らかに こちら側に向かって飛んできているっていうとか、まあ、そういうのとかは、なんだろう、心境の変化っていうのは、より自分の生活というか生というものが、なんか実感のあるものとして捉えられてきたのかなというような気がしてます。本当に、ね、タイトルがずっと決まらなくて、最初からもうどうしたのかと思っていたんですけれど、まあ、日本にはその絵巻物の歴史がずっとありまして、バンダイナゴン言葉とか、まあ、シギさん縁起絵巻なんて言って、縁起ってつく絵巻物が結構あったりして、まあ、その一つの系譜なのかなっていうふうに思っていて、まあ、映像とか美術とかやっているとですね、その系譜であるとか文脈であるとか、そういったこの時間的なこう線上のものの上に自分の点っていうものが存在している一方で、全くとそれと違う異なる層で、このその精神の働きによって生み出されている作品というのもまた事実で、単純にその演技ってつけた時にその何て言うんだろう、今までのこう流れを組んじゃったものを一回パツンと切り、そこを切らなきゃなっていうところがあったんだけれど、でまあ字を見てたら、あ、なんかふと縁日あって思った時に、たまたまサイモン&ガーファンクルの、はい、スカボロフェア、うん、スカボロフェアがかかってまあ、フェアってイーズナ、英語だとこの作品はイーズナフェアになるんですけれど、いわゆるそのこの僕がイギリスで体験してきたその、なんていうの、広場でのこういうサーカスみたいなものが入ってきて、こういきなり今まで何もなかった場が別物としてこう立ち上がってくるっていう、そこにこう一時の時のない場が現れるっていうところ、はい、うん、まあ、そういうものかなっていうところで、うん、あ、うん、いや、いいですよね。だから始まりとかをやっぱり終わりとかっていうのからこうちょっと外れてオフになるっていうか、はい、そういうタイミングっていうのが多分 あると思うんです、うん、それはもう芸術というか創作に関わる部分でみんなあるようなところだと思うので、日常生活の中にただ起こりうることなんだけれど、その時間に何て言うんだろう、今一歩こう入り込めない男が一人いるっていうところの部分もあったり、でもなんか今までとはやっぱりちょっとこう違って、なんだろうな、ちょっと変なこと言っていいですか、ね、この縁日は一日のことですから、ね、もうちょっと長い、うん、時間の感覚を少し聞きたくなる。時間の感覚としてはね、お祭りの前の日っていう
あの、うん、設定というわけでもないけど、お祭りの前の日っていう感じなのかな。多分この、その夜中に始まるお祭りの日があって、そこが本ちゃんなんですね。そこにためらいを持って入るのか入らないのかっていう男がこうずっとループで延々戸惑ってるっていうようなところがあるのかな。今回はその今までと作り方が違うっていうのの一番大きな点は、これ実は一枚の絵として一番最初に描いたあのキャンバスみたいなパネルにあの8枚のパネルをつなげて、まあ、あの円環形になるような1枚の絵をパッと多分数日をかけて描いたものがあって、はい、でその中にこう全てがあの凝縮エッセンスとして凝縮されているのをあのどう動かそうかなっていうところで、そこはまあその各段階で のインスピレーションというか手の動きに乗っ取ってもらって描かれたという。でその大事な最初の一番最初に描いた絵っていうのは、そこでその構造や起伏やらそういうもの奥行きでやらっていうのをなんとなくこう探りながら、それでもやっぱり、まあ、ビジョンとしてこうバッとこうあったものを、まあ、落としてみたというか、紙に落としてみたというか、いろんな場所であの見た像を中心集めるように、真ん中に集めるように、いろんな場所で見たものをこう結ばせて重ねて描いていくっていうことなんですね。そうか、そういう意味ではコラーに近い、うんうん、でその中心、まあ、自分の情動だったり、記憶だったりの中心に実は向かって、それはいろんな、いろんな口から見たものを集めていくっていうことにもあるような気がするんだけれども、うん、で今回その、住人くんの中心的な感情だったり記憶だったりするのに非常にこう重層的にいろんな風景が重なっていって、でそれをあの上手にというとあれですけども、やっぱりうまく動かしているっていう、でそこがやっぱり今回の作品の一番いいところだなと思って。